始まったっすよ。始まってんの？あ、どうも。え、もう言っていいのね。タイトルコールだよ。一条蓮とヤスのイケメントーク。よいしょよっしゃ、イエーイ。久々すぎて緊張してんねんけど、どこ見んねんやって、あれか、ここでいんのかな、ここで見んのかな。いやー、一応ね、企画で一条レイとヤスがいないですけど、やった。逆にやりやすいんちゃう？超やりやすいし、うん、もう悪く、あの二人の悪口いっぱい話そう。よっしゃ、好き放題好き放題悪口話そう。うん、悪口行こうってこう。めっちゃ悪ノリがすごい。行けた方がいい。教えて、あいつらのこと教えてほしいことあったらね、どんどん書いてくれたらね。うん。うん、まあまあ、そんな感じ。不満暴露。暴露大会ね。暴露大会。まあ、さすがにまあ、それはできんけど、今日の企画ね、なんか俺ちょっとずっとやってみたかって。面白い、面白くない、別として。はいはい。なんか、何してん？回しもんか、レッドブルーの。はい。レイチェル、昨日バリアン入って行ったけど、あの人バリアンに住んでるの。そうやねん。住民やな。おもろいな、おもろいな。こっち気になる。まあいいや、こっちはいいや、とりあえず。まあ、その企画があってね、やってみたかっていう、このね、イケメン三人衆を読んで。何やるの？ホストクラブを経営したら、お前らが。はい。オーナー、オーナー、オーナー。やった。どの従業員を取っていくか、ドラフト会議したいな、思って。おぉ。あ、フェスタの人間で。そうそう。まあ、俺直すか。ファルニャなしでね。ここ、ここ、ここらしいですか？え？レイヤー。あり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 。ここあり。ありあり。ここあり。うん、ありあり。レイヤーで。ドラフト会議。うん、だからさ、多分、その女の子とかってさ、その、いいとこも悪いとこも、その、全部知らん、うん、裏の顔とかもあるかもしれん。はい。だから誰かが選ばれて、プライベートそんなに、あ、自分にも愛されてんねやとかさ、なんかそういうのも含めて、うん、ちょっとね、うん、やってみようかな、思って。こんな従業員は嫌だとかある。まあ、うち仲いいからな、全員。そうっすね。めちゃくちゃ。仲いい、振りがうまいっすね。振りなん、うん、怖っ。お前と喋りにくくなるわ、これから。振りなんかな、思うわ。まあ、それが、レイチェルは入らないかな。これ、67番の子。おもろいやん。レイチェル入るよ。いや、あれっす。レイチェル。回しもんっす。さっきの従業員っす。ああ。FNT はね。うちのね。レイチェル入る。FN は従業員なんで。じゃあ、やろうか。でも自分がオーナーとしてやで。オーナーとして。それはどういう感じでドラフトするの？まずもう代表。誰を立てるか。一人一人みんな変えてくんすか？そうそうそう。かぶってもいいんや。まあ、ちなみにね、あっちに監督おるんでね、監督も多分ちょっと見たがってるとこあんね。会長がね。うん。ドラフト会議。行こうか。あ、俺はな、どうしたら？変えたらいいですから。行きましょうか。俺かかんでええんか。これ一人。見せたらあかんで。取り合いやからね。なるほど。一人ずつ変えたいんですか？一人、まず代表。代表っすね。代表いきます。そうね、見えるように。俺はまだ見んとこ喋って。ここのコメントは旦那はみんなのメモっといて。はい、メモります。寮兵庫。なんやったらこのチームでドラフトで編成したやつで、うん、なんか来月イベントできたらなとかも思うし。あー、うん、それめっちゃ楽しそうっすね。だからあれやで、変に被ったらじゃんけんになるからね。取られていくよ。取り合いなんすね。そうそう、本当の取り合い。だからやっていこう。もう変なやつばっか集まったらその店は潰れるよね。そうっすね。やばいわ。潰していきましょう。で、どの最終的に編成したやつ見せるから、どの店が一番売り上げ上がりそうか、うん、もう下手したらそのチームでね、もう1店舗オープンなんてあるかもしれんしね。編成してこれをね、きっかけに。いや、かけたドラフト1位。行きましょうか。はい。おお、気になるって。いきます、せーの、ドン。はい。俺、ちょ、お前オーナーやって。あ、しんどやばい。うわ、なるが
天然で出た。ナルが出た。ナルが出た。ナルが天然で出た。ちょっと書き直してもう。あ、そうですね。ちょっと見せて見せて。かけるくんね。見えますか。かけるってだ。はい、もう滑ってるわ。あー、ちょけてるわ。そういうの、お前もちゃんと書いて。ちゃんと書きました。僕のはちょけてるんじゃなくてガチですからね。ちょっと天然だったっすか。あ、まあ、天然やけど、これほんま一番赤いやつやったわ。ちょけたわ、ちょっと誠は。ちょけがすごいわ。え、代表っすよね。代表、代表。自分がオーナーやからね。はい。誰を任せるかっていう。今の売り上げは関係なく人間性としてそう、いろんな意味で、それはもう売り上げで決めるもいいし、一人ずつっすよね。もう一人ずつもクソももう分かってもうたやろこっち。あ、そう、まずそうそう、あ、okay. なるほどね。かけた、かけたっす。せーの、ダン。見して見して。ケンジ、セナ、ミコッちゃん。いやいや、いいよ。あ、ミコッちゃんめっちゃ嬉しいで。僕セナじゃないっす、これセナ丸っす。どっちでもええわ。みこっちゃんハテナってなってる。みこっちゃん今今日多分これもし見てたら勃起してるっすね。勃起してる、勃起してる、フル勃起、フル勃起してんで。あー、でもすごいね、みこっちゃんなんで。じゃあ代表分かれたね。とりあえず分かれたっすね。とりあえずならんかった。じゃあ、りょうが、けんじ、兵庫、セナ丸で、誠、ミコちゃん。いい線いってるね。おもろいな。次じゃあどうしようかな。一人だけプレイヤーを拉致れるなら持っていける店から。プレイヤーを拉致れるなら、そう、一人持っていく。なるほど。まあ、看板にする、看板にする。だからお前らがその系列店出しましたでもね、フランチャイズというか、でも大体代表が看板じゃないですか。まあいいや、じゃあそっか、まあ、店のシステムによるな。ああ、まあ、代表が看板のところがあれば、まあ、社長みたいなのがあるし、うん、まあじゃあプレイヤー目線として一人拉致っていこう。まあうちだったらレイ君みたいな感じ。じゃ、うん、そう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 、看板ホストはそうかーってきてるね。一人だけか。まあ逆に女の子がねオーナーになった場合、うちから誰を持っていくか、どんどん書いてほしいのね。誰を持っていきたいか。オッケー。とりあえず安と書いてるね。書けた。書きました。せーの、ドン。安、これとりあえや、とりあえ、とりあえ、じゃんけんですね、これは。安、じゃんけん、じゃんけん、じゃんけんでいきましょう。はい、じゃあじゃんけん3人で。マジか。やす、でもこれはなんかちょっと誠に譲ってもいいっすわ。旦那はね、持っていっちゃダメっす。俺、直さん、春さんは持っていっちゃダメっす。これでも俺、誠に譲ってもいいっすわ。ちょっと代表が頼りないからです。はい、はい、一悪口。そんな制度ねえよ。ここの見て、あ、まああげるよとかないから。じゃあ、そんな優しさ、じゃんけんしましょう。じゃんけんしようか。じゃんけんしよう。ちょっと待って。うん、ここまでレイチェルは出ていません。たまたまね。これは取ったらあかん気がしたっすね。うんうん、じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけん、はい。最初はグー、じゃんけん、はい。おー、はい、兵庫の店、流行りそうやな。流行りそう。むっちゃ流行りそう。流行るっすね。じゃあ、まず2人で、せーのでドンってまた書かなきゃ。ドラフトなんで。あ、そうですね。外れ、外れ2。あ、外れ2引いてください。トッププレイヤーでいいんですよね。うん、取ったらあかん、店的に。もうそんなん言うたらあかん。そりゃ取られたらもうあかんけど。 OK です。あ、ナイキにふさわしいのはっていうの。あ、それいい、ね、いいね。じゃあ次は、まあ、一番、まあ、この後やろう。金を任せられる人間。そうね、そうね。あ、これいいとこじゃない。信頼関係あるってよくない。いいですね、金を任せれますみたいな。行きましょうか。 OK、 OK です。OK です。うん、ここのメンチをいいから入れて。せーの、バン。兵庫、誰？ハルキ。ハルキトッププレイヤーがいいから。トッププレイヤー。なんなん、ボケ。本気？ガチです、ガチです。お、嬉しいね。やった。いや、俺もでも最初亮と迷ったんですよ、ヤスさんとね。やっぱり飲めないやつおらんとあかんのね。なるほど、なに。いや、トッププレイヤーハルキです。頑張る。誠のチームがハルキね。誠の店潰れるわ。一人で頑張る。うん、バラバラだな、バラバラ。だからやっぱね、あんねやろな、多少みんなの目線ってな。そうですね、バラバラになるってことは。
内勤行こうか。内勤、内勤、内勤行きましょうか。内勤っすか。内勤行こう。内勤。カオルさんは何ですか。潰れる、あ、言う言う、潰れるとか書いてる。潰れへん、潰れへんよ。え、りょうのチームが、りょう、ケンジ、やす、あ、ちゃう、兵庫。え、でもカオルさん取ったらちょっとつまんないっすね。なんもそんな、言う言う、それはもう兵庫、瀬名、やす。オッケーっす。内勤っすか。うん、まこと、みこと、はるき。これめっちゃ薄いっすよ。そう、もうここに出た人は書いちゃいけないんですか。そりゃそうや。はるき消そうか。もう取られへん。内勤、会計ちゃんとできる。内勤シーンとか書いてるね。うん、なるほど。OK。 OK です。兵庫がまだ書いてない。ケンピン、ケンピンはもう取られちゃったからね。ケンピン取られちゃったね。うん、 OK。 じゃあ行きます。せーの、ドン。あ、そのまま行ったね。大悟、カオル、りょうちゃん。おお、バラバラや。俺内勤。内勤。内勤やん。お前もう誠絶対酒飲むわ。誠オーナーの店で内勤やん。誠オーナーの店で内勤やん。いや、りょうのチームが大悟。喜んでいいやつですかね。どうなんやろな、喜んでいいんじゃないし、だから信頼されてるってことやからね。金目、お金ちゃんとしてるってことや。今日誰やったっけ。僕、カオルさんで。カオルで、りょう。プレイヤーもしてもらうっすけどね。あー、プレイヤー、ケン、ケンね。ダメだよ、酔ったらもう。金落とす。やばいやばいやばい。酔ったらひどいからね。持ってきよるか。金確実になくす。うん、でもお前も優しいから、いいよいいよって言ってた。いいよ、大丈夫。潰れるやん。潰れるやん。速攻潰れる。お前のとこ大丈夫か。潰れんぞ。大丈夫、大丈夫。誠、みこと、はるき、りょう、もうだって内勤やん。潰れんで、これ。頑張る。売り上げ絆で言えばね。大丈夫、頑張ろう。すぐ潰れるって感じで。潰さんといて。いや、どれ行こうか。次なんか質問、まあなんかドラフトある程度揃ったな。とりあえずヘルプ、ヘルプ、ヘルプ、ヘルプ一人だけ。でももうメンバー残ってないっすもんね。も無理やりやん。リーさんは出てないっすね。ん、リーチェルは出てないっすね。まだまだ出てなかった。いまだに出てないっす。やばいよ。ヘルプで使いますか。じゃあヘルプでね。ヘルプで使うかじゃあ。悪いわ。伸び伸びがすごい。いっぱいいる。あ、オッケー。いいの見つけた。いいの見つけたっすね。いいね。見られへんようにね。ヘルプ。難しいな。いいのいる。嬉しいね、こういうのいいのいる、いっぱいいるとか言ってくれたらね、フェスタのヘルプ。愛してくれてるってことやもんね。愛してくれてる、嬉しいよそれは。これ来たことないのにいっぱいいるって書いてたのもたもろくないですか。なんでなんで。店来たことないのにいっぱいいるって書いてたのもたもろくないですか。オッケー。あんま面白くなかったよ。確かに。せーの、ビャン、こう、こう、誰、タイガー。あー、タイガー、こう、こうって。いや、僕でもカッコルイですからね。え、本当はルイがいいんですよ。やめろよ、ルイの話。まだ、まだ知らん子おるから。まだいるかもしれん。人間も羽生えんねや、言うて。こうちゃん欲しいっすね。まだ帰ってくるかもしれない。じゃあお前は、あ、お前決定だね。定、誰やったっけ。タイガさん。じゃあこうちゃんじゃんけんする。じゃんけんじゃんけん、こうちゃんじゃんけん。最初はグー、じゃんけん、はい、はい、こうだ、はい、うぇー。俺の店も持ってるね。今日の店めっちゃ流行る。100流行る。いけそう、もう明日から営業できそうやもん。じゃあ、りょう決めてください、一人。ヘルプっすよね。はい。もうおらんよね。うん。やっぱこうじゃん。こう人気だね。じゃあ。うん、明日からできるもん。もうお前一人なんでね。激アツメンバー。なるほどね。もう。はいはいはい。これちょっと、取っとこうかなと思って。レイチェル、ヘルプレイチェルね。ヘルプレイチェルね。大丈夫。レイ君もらいます。でもでもね、いい感じだけどね、売り上げとかもね。ほんますか。うん、僕も流行りそうっすか。うん、行くまんとこ行く。あ、じゃあ一回 CM 行きます。 CM お願いします。
経験者大募集。ばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。始まった。いやー、いい店できてるよ今。まことの店むっちゃ流行りそうっすね。流行る、絶対流行る、うん、あー、ある程度できたね。見えるかな。ちょっと俺も字汚いねんけど。絞り出してあと3人ぐらいいないっすか。オープニングこうか。見える？どれがいけそう？どのチームが。これでなんかやってみようかな。なんかね、これでやってみようか。今度イベントやりましょう。やりたいですね、うん、これでチームでね、まあまあってのまたうまいこと、まくばってうまいこと、そんな感じかな。まあ、ドラフトちょっとやってみたかったんけど。なるほどね。源氏瀬名誠いいと思う。なるほど。なんか逆になんか質問されてね、せーのでドンっていうのもあるやしね。ああ、もうほんまに暴露でもいい。暴露、いや限度あるけど。じゃあなんかちょうだい。この中で一番俺も入るわそれ。あ、そうしましょう。うん、この中で的な過去。系列店にするならどんな名前がいい。系列、初めて。あ、名前しようか。じゃあ名前、店の名前決めよう。あー、自分が系列の店の名前ですね。店の名前、そうしましょう。どんどんもう質問に答えていこう。店の名前ね。店の名前もちゃちゃっといこうね。もう俺ももう決めてる。ドラブ、もうこれ完全これちゃちゃっといこう。そんなもん、そんな考えてもない。うわ、迷う、迷うっていうか自分の名前でもいいからな別に。ドラブリョウさんとかね。ナッツ、お、これ知り合いだな。ナッツ、な、ちょっと待って、あれだな、めっちゃ笑ってる。あれだ。めっちゃ笑ってるやん。かっこいい名前にして。オッケー。待って、全然思いつかばん。思いついた。じゃあ誠から、せーの、クラブ。はい、クラブ旦那。いよいよおかしない、お前の店おかしない。クラブ旦那。やばいやろ。まあでも漢字で書かんかったらローマ字で旦那、旦那、クラブ旦那。いや、ダンディークラブも多分そんなんあったと思うで最初。ダンね、どこの店なん、あ、ダンみたいな。旦那まで言えよ、やつなんで言えよ。書いてくれてるっすよ。え、なんてなんて。DNA。 あ、書いてくれてる、優しいね。かっこいいじゃないですか。もうなんか、いいね、DNA みたいな。いい、いい、できた、できた。はい、オッケー。じゃあ、兵庫発表。せーの、クラブ。フィール。なんか F が入ってたらかっこよさそうじゃないですか。フィール。まあ。某 F グループみたいな感じで。俺が昔働いてたとこね。あ、そうなんですか。名前一緒ね。うん。なるほど。じゃあ、俺行こうかな。よ、やっ、あ、行く？はい。ね、ちょっと。もういいと思う。じゃあ、りょう、お願いします。クラブ。ジャンプ。情熱。アルファベット多いんじゃない。あ、逆に、はい、でも確かにホスホスバーって見てて感じ、漢字出てきたら絶対押す。覚えてもらえるでしょ、うん、絶対押す。とりあえずどんな従業員がいるかは見るっすね。うん、うん、熱い店作りたい。だからもホスホスでホスホスの流れやねんけど、やっぱその情熱とかの流れでホスホスでね、やっぱり一番上に行ってほしいってことで、うん、クラブ、あー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 。やばい。あの、やっぱホスホスのね、あからみんな見ていったときに一番上になるように。クラブ、あーあーあー、一番上に出すね。あ、でもどうですかね。
誰が一番ダサかったかな。一番ひどひどってこの文字がひどいわ。これなんて読むんすか。どこどこクラブツヤ男。あーは簡単すぎる。じゃあ何しようかな。じゃあなんかある質問。意外に時間余ってきたね。あでももうこんな時間やねんな。結構あっという間っすね今日。見てる側は分からんけどこっちさえちょっと楽しかった。ドラフト楽しかったですね、うん、あ自分なんか質問ある人なんかあったら書いてくれたらね。ゆとり世代やで。どういうこと。え、ゆとり全員ゆとりか。ゆとり全くなかったからね、僕出ますね。ゆとったはい。なんで喋らなくなった。フルゆとりっすからね。ゆとりって言われて怒るタイプの人急に喋らなくなったやん。ゆとり資本金はいないなんかゆとりなんかゆとりになった、うん、いや、どうなんすかね。どうなんと。ゆとりっすわ。分からん分からん。資本金はいくらにする。資本金んなん難しいな。そんなんないもんね。個人で、あれよね。そう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 。溜め具合よね。なんかないかな。うん、もっとギリギリまでやろうと思っててんけど案外パッパッパッと終わったね。そうっすね。うん、あと5分くらいですか。まあまた従業員のなんか行く。あげる系でなんか行く。喜ぶ系行く。何しようかな。従業員の従業員の中で一番シュランなのは。シュラン。もうこれ俺ナオスさん、ハルさんも嫌いな、嫌いな酔い方ってことっすよね。自分がね、うん、一番ひどいと思うっていうか。従業員の秘密。従業員の秘密。あ、従業員の秘密書く。誰っていうあれが欲しいですか。これにしないで、従業員の一番嫌なとこ、直してほしいとこ書き。あ、いいね。従業員の直してほしいとこ行こうか。嫌なところ直してほしい。こういうのはもうね、悪口じゃないから。うん、そう書こう。従業員直してほしいこと。誰の、じゃあ誰の直してほしいとこ書く。ステイで行きましょう。あー、そうっすね。あ、じゃあ上から行こう。レイから行こう。レイからもう、あ、レイ統一しよ う, そ う, そ う, そう。で、一応俺怖いから確認する、お前らの。あー、そうっすね。ちょっとボールペン。レイ君直してほしいとこ。むずいな。レイチェル、じゃあレイからいきます。ガチでいくっすよ。うん、ボケなしでいくっすよ。いや見るからね、さすがに。一緒っすわ、僕。OK。 待ってください。あー、なるほどね。レイチェル行きます。直してほしいとこ。ん、あー、なるほどね。おお、それは教えてたけど、ね、考えたけど、お、なるほどね、いいんじゃないですか、ね、じゃあ、せーので行く。せーので行きます。せーの、じゃん。見えるかな。誠が考えたけど、特になし。だからいいってことだよね、うん、で、兵庫が僕、旦那と一緒っすね。イライラしてるとき態度に出すぎ。これは、まあ、簡単に言ったら、うん、ラッソンを他の授業に負けたときに、うん、イライラしすぎてて、ま、隣の席とかにおったらこっちまで。お前怖いわ、そこまでなんか怖いわ、深いわ。俺もね、ラッソン歌えないときイライラしてるの。あれやばいっすよね。あれちょっと深刻っすわ。深いわ、お前深刻。僕、え、だからね、ヘルプ来てほしいですね。あー、なるほどね。ヘルプしてじゃないですけど、うん、完売ホストなんで、やっぱ。はいはいはい。紹介したいっすね。そしたら女の子が喜ぶんで、ね、やっぱ、うん、まあでも、うん、まあ負けず嫌いってことでね、いい、まあ、そうです、いい、いい、いいことなんだけどね。だからね、今日歌わせてあげて。うん、次じゃあ行こうか。ナンバー2誰やったっけ。ヤス、セナ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 の、セナ、セナさん、難しいですね。もうこれのみ、もうシンプル。かけた。かけたね。ああ、なるほどね。オッケー。オッケー。じゃあせーのでいこうか。よっしゃ。せーの、ドン。誠がたまには遊んでほしい。はいはいはい。兵庫、いい人すぎて逆に怖い。俺頑固。
あ、俺も頑固じゃん。わ、一緒だね、一緒だね。あ、でも頑固はわかるっす。うん、頑固だよね。わかる。あー、面白いね。遊んでほしい。セナさんとだけは遊んだことないから。あ、セナと遊んだことない。遊んだことないです。遊んでもらい。優しそうなの。優しいよ、めちゃくちゃ、うん、セナ。次がヤス。ヤスか。ヤスくんか。ヤスか。もう俺は近いからな、ヤスと。ヤス。ヤス。旦那遊んで、遊ぶ遊ぶ。全然いつでも遊ぶ。ヤス。ヤスは何だろう。難しいな、ヤス。なんて、なんて。OK。OK。声を、俺全然出てこへんわ、ヤス。どうしよう。声を低くしてほしい。恥ずかしいな。いや、これ、攻めすぎかな。いや、攻めていきましょう。じゃ、攻めてるかな。いや、別に攻めてない。守りに入ってる。逆に、はい、お前が悪意あるの。悪意がすごい。じゃあ、行きます。行きましょうか。せーの、ドン。はい、まこと。はい、先に、あ、じゃあ飲みに行って、うん、先に潰れないでほしい。あー、潰れんなあいつ。はい、僕は知りすぎて多すぎるから、ここで一つバンって出せないですね。これいい意味ですよ。こいつ悪意すごいな。悪意すごいな。いい意味で。俺はね、いい意味で、プチ八方美人。うん、あ、たぶん意思がずれる時あるからね。やっぱ男らしくね。一本、あ、1分前、はいはい、どんどん、はい、どん。僕は休む日に飲ませすぎる。休みの日飲ませすぎるんで。休みの日のね。休みの日のやつが、やつが、先が、嬉しいっすけどね。いや、面白かった。いいのかな、今日の。大丈夫、俺ら帰ってから従業員と仲良くなってない？大丈夫、大丈夫、大丈夫。仲良くなったら4人で店やろ。そうっすね。仲悪くなってたら、頑張りましょう。1分前、1分前みたいなんでね。今日の、まあ、今日の営業来てください。また、はい、またお願いします。で、今日、何やったっけ、ナイトチューブ見たって言った子、今日はたこ焼きおごります。いや、おでんもおごっちゃおうかな。おでんもおごってくれます。太っ腹。ナイトチューブ見たでお願いします。お願いします。あと、あと10秒あんの。あ、終わりね。楽しかったね。楽しかったっすね。どうなんだろうね。セックス、どういうことやん。またね。バイバイ。気をつけてね。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにされ何回目の錯覚だ。笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面をやめ、くたに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を